ゴールデンウィーク明け5月6日東京、決断の日となりました。一枚のプレスリリース、撤退の二文字。開幕直前のオーストラリアグランプリの前に、まあ、いろいろなことが決まり、なんとかオーストラリアグランプリに車をね、持っていけることになったんですけども、まあ、最終的に、前回のスペイングランプリの前に、まあ、一通の手紙で、今後はスーパーグリッドの話はできないと、もう本当に、まあ、どういう内容で何が問題でどういう状況で、この2ヶ月間いろいろな話をしてきた中でね、その一通の手紙で終わっちゃったのかっていう、その説明もないまま、スペイングランプリの前にね、こういう結果になっちゃって、最終的に今回のトルコグランプリまでには間に合わないということで、チームを続行できないということがね、決定しました。2006年から挑戦は始められました。車体、エンジン、タイヤ、ドライバー、全て日本ゼロからのスタート。24戦目カナダグランプリ、拓磨がアロンソを抜いて6位入賞。つい1年前、夢のような瞬間。僕らを支えてくれたファンの皆様とか、まあ、ここにお集まりのね、F1 関係者の皆さんもね、なんてこう、まあ、自分としてはこんなちっちゃいチームで、これくらいしかできないのに、こんなになんかこう応援してくれる皆さんがいっぱいいて幸せだなと思いました。人件費もそうですし、そのいろんな部品のコストの上昇もそうだし、そういう部分を考えると、その F1 が今後ね、その、まあ、プライベーターとして、のチームとして成り立っていく世界は難しいんじゃないかな。でもこんなになんかこう、その人生の中でいっぱいチャンスを神様からもらった人生なんて僕ないと思うし、本当に感謝してます。東西文明のクロスロード、トルコ・イスタンブール。ピットはフォースインディアまで。スーパーグリに結成40戦目はなかった。取材陣も現場からニュース発信。It's nearly impossible. It is the costs what you are using today. It's not possible to get on the market.